はい、今回は僕の趣味の動画です。っていうのも料理がちょくちょくするのが趣味で作るんですけど、今日はハンバーグのプレートっていうの、うん、を作って、今サリが向こう側にいてるんですけど、昼ご飯作って一緒に食べたいなと思います。ということで今から調理していきましょう。はい、まずミンチが 500g、 パン粉と牛乳浸してあります。パン粉が大さじ8やったかな、で牛乳が大さじ6入ってる、一応先に浸してます。でこれ玉ねぎ、今からみじん切りにする分ね、1/4で、塩とナツメグとホワイトペッパーで、これ卵ね。はい、で先に玉ねぎ1/4みじん切りね。完全に主婦であります。ここからこいつちょっと炒めていきます。氷入ってます、このボウルで。これに肉の種入れていきます。こねていきます。こんな感じで下氷入ってるよ。なんで下を底を冷やしながら寝るかって言ったら、手の方が温度高いからどん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 肉の旨味が逃げていってしまう。だからこう冷やしながら寝てあげるとポイントみたいです。程度寝れたらここに塩ね、小さじ1、ペペペーと、ホワイトペッパー少々、ナツメグ少々、また混ぜていきます。粘り気が出るまで混ぜる。溶き卵見えへんな、1個、トントン、玉ねぎ、さあよく混ぜていきましょう。形にしていきましょうか。こんな感じですか、種。これね、いつもちょっと余んねんけど、余っても次の日にサリが食べてます。いつもだからちょっと多めに作ってます。次はじゃじゃん、エビフライ。背わた。これね、背わた。したら後ろを4箇所ほど切り込み、1、2、3、4、はい、で、まっすぐに伸ばしていくよ。そうやそうや、ここ切っとかなダメです。エビの尻尾カット。はい、これエビフライね。完成。あと揚げるだけ。じゃあ次はスパゲッティ 20g 用意してます。もう一口くらい気持ちあったらいいかなという感じで用意しました。もう少しでスパゲッティ出来上がりだよ。
なんで嫌なの？気持ち悪い。茹で上がったスパゲッティに少量のバター、ちょっと、ここにケチャップ、にゅー、ここに塩、スパゲティ完成。さっきにハンバーグのソース作っときます。これはもう適当です。この買ってきたデミグラスソースとかと、あとこんなんとか、僕は個人的に勝手に混ぜてるだけです。赤ワインとかケチャップとか。じゃあお待たせです。メインディッシュいきましょう。ハンバーグ3分ほど片面を中火と弱火くらい、中火くらいでもう焦げ目がつかないくらいがいいと思う。こんなこう丸の円の形にしててもこう膨れてくるんですよ。なるべくこう平べったい方が、うん、こうちょうどいい形になるかもしれない。3分経ったのでひっくり返します。はい、もう3分、2分半くらいでもいいかもしれないね。片面火が通ってるから。3分経った。ここから一番弱火にして5分いきます。蒸し焼きっていうか、はい、火の加減はもう家庭のフライパンっていうの、家庭の火力によるけどね、まあ、なんせ焦げへんように、焦げないように焦げないように大事に大事にハンバーグを育てていく感じ。なさに5分経ったんで火消す。そのまま5分間また放置、この状態でね、この状態で5分、僕は起きます。その間に5分待つ間にエビフライいきましょうか。はい、出来上がりました。ね、膨らむでしょ、めっちゃ。じゃあどっちも出来上がったんで、あとは盛り付けしていきます。はい、できました。エビフライ、ハンバーグ、あと野菜類とスパゲッティね。美味しそう。めっちゃプレートや。それで今日は洋食プレートですよ。すごい、洋食屋さんみたい。レンザン、いただきます。おお、美味しい。めっちゃなんか肉、そういうハンバーグだから、うん、めっちゃ肉々しいな。うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。100点満点。うん、美味しい。うん、めっちゃ美味しい。これエビ、美味しいエビやん。そうです。